おはようございます。田辺さんがまた私とはるちゃんの部屋にやってきて、ずかずかと、そして朝ごはんを食べます。気になるところがあるね、ずかずかとってゴンゴンゴンってね、ドアやってた田辺さんよ、私とはるちゃんはうわ、みんな立派だね、田辺さんのところ。立派だね、これはすごいよ。いただきます。管理がね、めっちゃギリギリだから気づいたら映ってないかもしれない。ああ、大丈夫。まあ映るように。田辺さんが動いても関係ないから。あなた変わらない。何も変わらない。ああ、味噌汁美味しい。なんだこれ。和と洋って選べてね。私単に和で。言ったよ今。うん。あ、お茶うま。うん。ドレッシング美味しい。味噌汁美味しい。お茶美味しい。肉じゃが、うん、肉じゃが。わーい、明太子ご飯。うん。あ、肉じゃがうま。うま。明太子。わあ、サーモン朝からサーモンですよ。うん、豪華よ。朝から生ハムとサーモンおしゃれだな。おしゃれだね。やっぱ田辺さんは和ってより洋って感じするもんね。うん、そうなのよ。和と洋悩んでたもんね。パンもね、最高だね。なんじゃこりゃ。高いな。ああ、焼きたて。よかったね。おいしい。ひじき。すぐ寝た？あんり早かった。ベッドに入るのめっちゃもう夜の10時半ぐらいに入って、そこからでも1時間はなんかいろいろゴロゴロして寝たかな、そのまま。はるちゃんがいつ寝たかは知らない。私なんやかんや1時ぐらいまで起きてた。私も1時半くらいまで起きてた。なんかね、しかも入浴剤があってさ。あったさ。だから入れちゃった。ああ、いいね。マスカットとプリバスター。そう。最高。これ何？それは、みょうがじゃないの。なんていうんだっけ、これ。なんていうんだっけ。なんていうかわかんないけど、美味しいよ。食べれる？食べれるよ。さっぱりすんなよ。魚の食べ終わった後に食べたらさっぱりする。酸っぱい。さっぱり。おいしい。オクラとこれモロフェーラ。いいね。若頭にはモロヘイヤがお似合いだよ。若頭がね。若頭が。あ、今なんて言った？若頭。違うの？若頭、若頭が。全然違うよ。一緒って思う人がいてもいいよ。そっか。よくねえよ。資源だから。若頭が。あ、また嬉しいね。間違えてくれるとね。はるちゃんのアホな部分大好きだもんね、田辺さん。私も田辺さん好き。あ、九州醤油だ。美味しい醤油。ちょっと甘い。最高。そのまま食べちゃった。うまい。私こういうね醤油とかあんま使わなくて、うん、なんかいいんじゃない、だからラップ開けなくて別に素材の味を楽しむタイプもない。いいよ、別に強制してないよ全然いいと思う、その生き方。吸収しよう。あれダメだよダメだよって何？やめなよねダメなのとやめなよ、うん、やっぱポリシー守っていただきたいからさ、うん、ね、醤油も楽しみたいからね。でしょ、うん、だったらなんで一回否定したわけ、うん、おいしい。美味しくないよ、人をねそういうふうに否定した後の飯は、うん、うん、全然美味しくないと思う。今感じてないと思う味、そんなうんってやんないもん。本当にうまいとうんってやんない、うんってやったことない。やってるようです。コップちっちゃくない？ちっちゃいコップ、コップちっちゃい。本当？いじられてる。なんで？ホテルにいじられてる。このコップの小さい。そんなことある？スープ？うん。スープか。そうだよ。コーヒー飲んでる。コーヒー飲んでるのかと思ってちっちゃと思ってエスプレッソにしたらでかいし、すごい中途半端な。いやコーンスープ最高。あこれ。味噌汁なのかなこれ。味噌汁ではないよね。これ？うん。味噌汁だよ。味噌汁これ。味噌の色してる。何もわかんないの。なんか薄で味噌汁ってもっと茶色いじゃん。これは。これはまあお出汁の効いた味噌汁。あそういうこと？うん。味噌だよ味噌。シャキシャキしたやつ美味しい。なんかシャキシャキしてる音で、うん、ピンクのやつ食べた。うんおいしいね、最高。やっぱホテルのさ、うん、おかずがいっぱいある朝最高だよね、うん、家でこんないっぱい作れないもん、うん、米をそっただけでもさ自分のこと褒めれるわ、うん、朝はマジで簡単なのしかは食べないから米なんて食べないの、うん、前は炊いてたんだけどさ朝の時間に合わせて、うん、もうやんなくなった、うん、無理だよ無理だよ。食べることはできるけど洗って出てこれないから。ああもう洗いたくない、めんどくさい。極力朝は皿使いたくないのよね、うんうん、自分洗うのに精一杯よね朝は、うん、皿なんか洗ってらんない洗ってらんない。いいね、うんうん肉じゃが、うん、肉じゃが久々に食べた。私もうわ食べてないな肉じゃが。肉じゃがって簡単？うんでもじゃがいもがさ難しいねやっぱね、うんうんなんか消えちゃうから最初から入れないんだ。ああ人参まず火通して、うんでじゃがいももう火通さない、あでも頑張れば食べれるなぐらいの人参の硬さにして、うん、そこからじゃがいも入れて。あそうなんだね、めんどくさいね煮物ってね。いやめんどくさくない、ほっとくだろうマジで楽だよ煮物ね。待てないんじゃん多分でも煮物作れば待つ良さが分かるかな。うん強火にすんだよね煮物、うんしないよ私はほぼ弱火。なんかいつも母親がさやってるじゃん煮物、うん、ガスのところまで行ってさ一瞬強くしてる。なんでお母さんのやつ。じゃ松のお母さんなんで？自分が待てないから。うん、自分作ってんのお母さんに。うん。早く食べたいんだ。あ、そういうことか。うん。なるほどね。びっくりした。なんでそんなことするんだろうと思っちゃって今。自分がお母さんの気持ちになっちゃった。せっかくさ娘のために作ってんのに。やべえ、海苔忘れてた。全部忘れんじゃん。うん。びっくりした。なんで？うん、本当になんでと思って。一瞬どうしたんだろうって思った。怒られないの？怒られるよ。そりゃそうだよ、だって絶対嫌だよ。うん、私もだから今なんでって言っちゃったもん。うん、自分が作ってんならわかるの、待てないの。うん、早く出来上がりたいじゃん。うん、人が作ってんの強めるってやばいよ。でもずっと強めんじゃないよ。たまにね。たまに見に行って。強めに行くんでしょ？うん。これまだ強くていけるな。絶対嫌だ。わあ、私嫌だ。旦那さんなりたくないな、そういう人。絶対嫌だ、自分が作ってる煮物強められたら。キッチン立ち入り禁止しなきゃいけないからね。だってアンギがさ、私のために煮物作ってたとするよ。うん。その時にさ、アンギの面倒で強めにしてんだよ。うわ、私帰るかもな。やだ。怒るのも嫌だもん。なんか、なんて怒ったらいいかわかんないじゃん。確かに。ちょっと用事あって、すみません、これあと任せていいですかって帰るかもしれない。うん。その人の味にしてほしい。好きにしてって思って。うん。美味しく作るために。作ってんので理由聞いたら待てないなんでしょ、うん、もうじゃあ煮物無理だよっつってせっかちがある。そう、私はじゃあ田辺さんが作って出来上がったものを持ってるね。うん、せっかちがあるです。ああ、海苔うまっ。うまいよね。米と行きたかったな。わあ、オムレツうまいな。ふわふわ、うん、とろ。うわー、うんうんうん、なんかさ、この間もさ、せっかちだなと思うこと1個あってさ、うん、PCR の結果、うん、PCR 検査10回通ります、うんうん、やるってなってさ、うん、30分待つって、うんうん、30分待ってから言ってくださいってなったんだけど、途中経過あってさ、うん、ではるちゃんと同時にやってて、うん、ではるちゃんの方が15分ぐらいでもう結果というか、まあ出てきてたんだ。出てきてて、うん、私色がなくなったの、うん、色なくなるとちゃんとうまくできてなくて再検査みたいな。だから同時にやったのにその違いがあって、もう線が2本出たら陽性で、うんうん、1本だけ出たら陰性で、うん、真っ白だと再検査っていう結果だったんですよね、うん、で一瞬真っ白になっちゃったんだから、うん、さん15分ででも30分待って結果っていう説明書だったよね。そうだからさ、私再検査かもしれませんって15分のあたりで言っててさ、うん、でマネージャーもさはって、うん、なってたでしょ。でそうどうすんだろう私再検査でってなってた時にさ、その打ってる間にさ色がまた変わってきてさ陰性、うん、変わってきましたって言って、うん、そこでさちょっと LINE 一人でにぎやかしちゃったじゃん、うん、反省した。あれはでも大丈夫、もうさマネージャーも慣れてるからさ、もう、うん、今ついてくれてるマネージャーさ本当に優秀なのよ、うん、なんていうの、もう3人でさ、まあ、坂上さんも含めて4人のさ、うん、扱い方接し方っていうのをちょいちょい変えてて、うん、見てると、うん、すごいなと思う、うん、すごいよね、うん、だでその田辺さんの心配事をさ、例えば田辺さんが最近疲れてるんじゃないかなって思うことをさ、うん、田辺さんに聞いたらさ、田辺さんはやっぱ大人だからそんなことないって言うじゃん、うん、だから私に言うの、うん、田辺さん最近こうこうこうでって言って、うん、あでもこうこうこうだと思いますって言ったらさ、人から見た田辺さんってもう正直な田辺さん、うん、だからちゃんと伝えれるし、うん、みたいな感じ、はるちゃんのこともそうだし、うん、みたいな。そうでだから多分15分の時点で再検査ってなった時点ではっとは言ってみたものの、うん、多分どうせ大丈夫だとは思ってたと思う。そうかもしれない。だから私もあって思わなかった。うん、うん、多分あんま待ってないんだろうな。焦っちゃってんだろうなっていうので、うん、多分もうマネージャーさんは多分今本当坂寄さんぐらい田辺さんのこと分かってると思う。いや本当そう。うん、だってもう、ね、私の年末の心配までしてた。うん、一回去年ね。うん熱出したからさ、なんかもうアンリがもさ言ったでしょ、田辺さん多分年末は出すかもしれないです、うん、あそうそこまで入れられちゃうと、うん、ちょっとまた違う仕事の支障が来ちゃうからって言って、うん、でももうすでに考えてた、うん、考えてたその時には、うん、はいそれを持っててみたいな、うん、それ取って食べちゃった私え皮フルーツそのまま食べちゃった。え本当皮じゃない何これえ何それ皮剥いてくれてる私完食で身もせずに剥いちゃった、うん、あうんおいしいフルーツおいしいねフレッシュビタミン C 投入こういうのにもさマネージャーさんはいそうですねみたいな感じはるちゃんの扱い方も分かってるよね、うん、ちゃんと、うん、はい昨日じゃないかこの間もロケ終わりなんだっけななんかもう私たちこう福岡来ちゃうからさしばらく3日会わないですねって、うん、あれマネージャーが言ってきてではるちゃんが「ああ寂しかったら連絡してね」って言ったら「うん、はいします」って言って絶対しない顔してる絶対しない顔してるこれ何プリンだった違う、うん、茶碗蒸しえデザートだと思って取ったフルーツから先食っちゃったよ。なんか磯の部分なんかお出汁なんかな。うまっ。めっちゃうまいそれ。うん、私茶碗蒸しあんま食べれないけどこれ好きだけど。美味しい。確かに食べやすいね。うん。具がゴロゴロ入ってる系じゃない。何これ青？汁？何スムージー？スムージーって言ってた。スムージー入れるんだなさ、うん、おいしゅうございます。あったかいお茶最高。いいね、日本人だね。うん、渋い。ああ、お味。いいね。お茶最高って言ってるんだけどさ。うん私いつもあったかいお茶入れてるんだけどさ「いる?」って言ったら「いらない」って言ってるなんで答えてあげてそれは不思議らしいから、うん、でも確かにお茶最高って言ったらなんで田辺の入れたお茶飲めねえんだよ気分じゃないんじゃないその時はあもしかして酒飲んでるとか朝だよね朝言ってたそんなこと、うん覚えてないや。覚えてない。ああ、かわいそう。美味しい洋食食べてんのに。そんな顔して、今日涙袋大きいね。あら、なんで。むくみ。違うでしょむくんで涙袋大きくなる。まあ、似合う。かわいい。うん。これうまい。青汁の CM だ。青汁の CM だった、今。これ美味しい。なにこれ。キウイとバナナとそれがソースこれ、うん、ヨーグルト、うん、あコーヒー飲んでバナナあバナナさんヨーグルトに入れずあ入れないのかでもでかさ的に。自由じゃない。入れれば自由だ。それ言ったらおしまいじゃない今。入れるっていうソースみたいなのにブルーベリー。あ、じゃあいいんじゃない。バナナとヨーグルト入れればよかった。キウイだけ入れよう。なんかいいことあるの入れたら。美味しいでしょ。美味しいよ。苦味。あ、コーヒー美味しい、あれ。美味しいよ。エスプレッソ。違う。普通にコーヒー。うん、エスプレッソにもできるよ。なんかちっちゃい方やったら。エスプレッソはまだ飲めないな、大人になれない。エスプレッソよりコーヒーがうまいよ。やっぱたくさん飲めた方がいいよ。濃いのをちょっとってのはもう本当大人すぎて。酒でいうテキーラみたいな感じ。ああ、ショット。テキーラなんて、いやでもこれは問題発言かもしれない。テキーラなんてうまいっつって飲んでるやついないんじゃない。うん。いやでもそうだと思う。勢い、勢いじゃない、酔い。うん。酒のクッって感覚を。シャレオツー。わあ、これは。私ちょっともうバッてかけちゃう。そこはやっぱ田辺さんの上品さ。ヨーグルトの星座ですね。ああ、なるほどね。12星座。うん。なんかテクノペトスみたいになってるね。なんだそれ。なんかエリザベス？エリザベスね。テクノペトスみたいな。ある多分。絶対テクノペトスではないんだけど、なんかそういう名前のやつ。いるよ。ペガサス座とか。昨日の夜さ、そのアンディがここに出てさ、で私最初テレビ見てたんだけど。浮きはね、見逃しちゃってたから、うん、TVer で見ようと思って、うん、せっかくねすごいベランダがあるからさ、うん、テラス席っていうの、うん、あるからさ、こっちで見ようと思ってね、うん、そっちで見てたんだけど音聞こえてた。あ、私は本当大丈夫、そういうの全然聞こえない。大家族で育ってるから。その滝がさ、そこなあるじゃん、うん、で滝の音であんま聞こえないの、うん、だから音量上げててで閉めてはいるけどさ、ちょっとアンディ聞こえてたらどうしようって思ってたけど、全然何も聞こえない。自分イヤホンしてたし。あ、そっか。そうそうそう。あ、じゃあ大丈夫か。言ったよね、寝るときにイヤホンするよ、寝るよって言ってた。このまま YouTube 見ながら寝落ちするよ私。うん。寝るからね、お休みだと嘘になるじゃん、YouTube 見てた。うん。だから全部言った。あら、パンにつけるジャムもそこ入れて。ごちゃごちゃになんないの。なんないなんないなんない。ブルーベリーとストロベリーだからなんない。ミックスベリーみたいなもんだよ。わ、じゃあもうトリプルベリーじゃん。田辺さん見て。浮きはやばいよ。見てないのよね。面白い。もうほら見逃しちゃったけどから1話とか。ちょっとね、毎回ね、まあ本編ももちろんなんだけど、本編よりうわーってなるのはやっぱ予告ね。予告がうまい。もう予告でさ、そう予告で引きつけてくんね、あれ。うん。気になる。予告で。うん。来週は危ないよね、それはね。そうだよ。お楽しみに。いや、見てないの、うちわ。ちょっとうちわに出てくる田中樹里さんの破壊力がすごい。だから最近ファンだもんね。うん、すごくね。ずっと言ってる。すごいよ。もういつもソファーでひえーってひっくり返ってんだから。いや、それ田中樹里さん出てこなくてもひっくり返ってはいるでしょソファーで。でも私も勝手に人妻の気持ちになって、うん、こういう状況になった自分の時に森山直太朗さんに出会っちゃったら、ちょっと役名の名前忘れちゃったんだけど、うん、森山直太朗さんにいたら、わあ私もさすがに気になっちゃうなーって。すごい。あるちゃん不倫系好きだもんね、昔から。したことはないよ。いや、それはそう、あんたと誰が不倫するの。そうだよ、しないよ、あんたは。不倫系のさ、ドラマとかさ、漫画とか好きなんだけどさ、しないよ、大丈夫ですよ。いやいやいや、できるスタンスやめて。なんか不倫とか、なんて言ったらいいんだろうな、言葉が難しいな。不倫とかするような女は、なんて言ったらいい、そういうさ、ドラマの中の不倫とかするような女はさ、ちょっとさ、したたかさがない。したたかさ。したたかさ。したたかさというか、なんか。例えば。なんていうんだろうな。こういろんな先の3つ先ぐらいのことまで考えて行動してること。で、なんかが良くなるように。そう、で、なんかこうくねくねするじゃん。くねくねしてる女が不倫とかすんだよ。あ、そうなんだ。でもはるちゃんくねくねしてないの。してんじゃん。普段こう、あんたのビジョン好きーって。今日もすごかったよ、洗面所のとこで。私起きて歯磨いてたの。歯磨いて、それで歯磨いてる姿見て、あれちゃんの、あー、かわいい、朝からかわいいって言ってきたから、うん、そうだよ、ありがとうって言ってたのね、私が。で、そしたら、ねえ、私のことも褒めてって言ってきたから、いや、褒めるのはいいんだけど、状況を見てくれるって。歯磨いてたの。ぐちゃぐちゃぐちゃペンのとこだったから、本当に状況見てくれる。褒めるのは褒めるんだけれども、絶対状況は見て。二人でちゃんとそうやってやってあげてるの偉いね。たまにだから、毎日だったらもう本当ひっくり返してるよ。洗面所のとこで、足持ってこうやって。今日朝そういうのがありました。でもちゃんとね、ぐちゅぐちゅペンの後褒めたでしょ。偉いね。うん。ほんとかわいいっつって、最初、隣に広瀬すずちゃんいいのかなと思ったけど、はるちゃんだったわ。ありがとう、なんかはるちゃんで。広瀬すずさん、初対面だからさ、緊張しちゃうもん、かわいいと思って、はるちゃんでよかったっつって、洗面所出て。大変。ね、うん、楽しかったよね。うん、嬉しかった。うん。こっちに来ても、はるちゃんの、ふふっていうの聞こえたのも嬉しい。旭化成かな。うまいね。トークの落とし方うまい。うまいよ。どう思う？変な MC。話終わった後どう思う？あんま聞かないの。私にはできないからさ、すごいね。でもまあ一緒に住んでたらできないよ、そりゃ。うん。一日のホテルだもん。そう、今日だけだから。もうないかもしんないんだもん。そうだよ。ワンナイトラブだから、私、はるちゃん。そう。もう後腐れのない。ワンナイトラブ。昨日は良かったよね、本当に。良かった。だから朝ご機嫌で入れたのかもしれない。良かったよ。やっぱバルコニーっていうのも良かったよね。はるちゃんがバルコニーっていうのが。え、バルコニーで寝たの？寝てはないけど、バルコニー行ってくれてたからね。そう、ずっと1時ぐらいまで行った。そしたら滝がさ、途中で止まったのよ。多分時間で、あれなのかわかんないけど。静かになって急にさっきまでめっちゃ竹の時がいてたのにホーンって急に静かになってへってなって夜を感じた。いいよね。でも外さちょっと夜風当たりたいなと思ってもさなかなか外出れないじゃん、家にいたら。でもこうやってバルコニーが広かったらいいよね。あでも掃除大変か、ホテルだからいいよ本当に。そう、掃除大変ね、確かに。いや美味しかったね。美味しかった。フレッシュジュースもございますからお楽しみに。あ、すいません。ありがとうございます。じゃあごちそうさまでした。いいですかいただいて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆様良い朝を。今日も一日頑張りましょう。グッモーニング。おはよう。絶対映しちゃいけないね。この髪型。ヘアアイロンしてんのよ、今。かわいい。うん、かわいいよ、そりゃ。お団子かわいい。うん、ぐしゃぐしゃ団子映さないで。このドレッサーの鏡と似合ってる。この髪型、うん、いないよこんな髪型の人世の中に私しかこのアイロンかけてる私しか。噂の7万円のアイロン。そうだよ、ずーっと7万円だと思って使ってる。今7万円使ってるんだなってちゃんと噛みしめてるよ。毎日毎日。売れたね。売れたよ、7万円のアイロン使ってんだもん、地元に知らせた方がいいかな。回覧板に書いた方がいいね。回覧板に書いてもらう。ダディ？ん？ダディ？No daddy。かわいいよ。朝からかわいいが溢れて幸せ。本当はこんな姿見せらんないもん。何の意味がわかんないしこの状態。天パじゃない人からすれば。でもね。彼氏は愛おしいよ。これ？なるべく見せない方がいい。毎朝、アンディのこれ見る。そうだよ、毎朝。嫌でも見なきゃいけない。どんなにイライラしてる日でも私はこの状態で朝。かわいい。え、顔白くない？化粧した。あ、化粧先タイプ？うん、そう。え、化粧の前に髪の毛タイプ？うん。だってどうせさ、うん、あれじゃない、前髪邪魔だから避けない？うん、避ける。だからそのアイロンの意味なくなっちゃうというか。てれてっ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 てれれれってれれってって。え、なんか今間があったから。歌で埋めてくれた。うん、そう。私はアイロン時間かかるから、うん、時間かかるのを先にやるって感じ。うん、うん、それでもいいよね。化粧はすぐ終わるから私。私もすぐ終わる。あと私あとヘアアイロンさ、うん、温めるじゃん。うん、すぐ使えないじゃん。うん、その間化粧って感じ。うんうんうん。てれててててててれれ。かわいい。動いてる朝から。すぐ言って。朝から。コーヒー飲んで。優雅だよね。うん。一丁前だよ、本当に。ここすごいもんね。エスプレッソ？エスプレッソじゃないか。誰か。田辺さんかな。9時に来るって言ってたもんね。あ。あら。あら、田辺さんも着替えてんの。ああ。はい。着替えて。着替えてる。かわいい、おはよう。あら、おはよう。おはよう、てかちゃん。ちょっと、何飲む？水？冷えた水か、常温のルイボスティー。冷えた水。冷えた水。あるよ。トロピカール。もうすでに私は朝からさ、これからご飯だけどさ、うん、あれもう私はすでにチーズケーキ1個とスイートポテト1個とクロワッサンも食べてきてるから。おめでとう。おめでとうございます。今から2回目の朝ご飯ってこと？うん、いいね。でもスイートポテト1個とチーズケーキ1個で朝ご飯っていうの？クロワッサンも食べてる。あ、クロワッサンね。だけどずっとお腹鳴ってんだよ。足りてないんだ。もう起きたからね。お腹も起きたのよ。何時に起きた？7時半。早くね。7時。どうしたの？早いね。目が覚めた、勝手にね。一人で。癖になっちゃってるのかな。一人で優雅。だった？言うかどうかはわからないけどね。昨日私が田辺さんの部屋のコーヒー飲み干してったから。うん。コーヒーマシンの使い方がわかんなくて一個無駄にしよう。お化粧も済んでる田辺さん。うん、かわいい。8時に起きてそのままだった。何？本当何？ただ食べてさ。いや、全然間に合うじゃん。その9時にご飯食べて10時ぐらいになんかセッティング始めるって言ってたから、うん、その間にできるからさ、うん、あんただとしてんじゃん。そう、私はもう早く終わらせたいタイプ。私もそうよ。はーい。あ、あげて。